ラグビーのイングランド代表として W 杯3大会連続出場中のナンバー8ビリー・ブニポラ、31イコールサラセンズが逮捕された。A メディア、BBC は29日、ブニポラが前日28日にスペインのマジョルカで逮捕され、240ユーロ、約39,600万円の罰金を課されたと報じた。 マジョルカ島南西部パルマのバーで警察に電気ショックを与えるスタンガンで撃たれたという。警察の捜査は終了しているといい。同メディアによると、ブニポラはメディアの報道とは異なり、暴力も喧嘩もなかった。瓶や椅子で誰かを脅したわけでもない、と語っているという。188センチ、126キロのブニポラはオーストラリアシドニー生まれで、 イングランド代表の中心選手に成長。23年 W 杯フランス大会では一次リーグの日本代表戦にも途中出場している。